国旗の極めってのはまた格別だな。はあ、しかし一般の民家で国旗を掲げない日もあるが、けしからんな。あれはもっと綺麗にしてもらいたいですな。あれはなんだね。今日は兵隊たちがオランダ市で演芸大会をやっております。そこでレコードをかけているのであります。有名になったな。だいぶ面白そうだから、我が輩もあの仲間に入って、おい、愉快にやろう。では、自分も参りましょう。なかなか芸のうまいものがおりますから、面白いです。そうか、行こう。へっ。あ、連隊長殿だ。連隊長殿に、へい。よろしい、休め。夏季芸大会か。愉快そうだ。今日は我が輩も中隊長も一緒になって遊ぼう。今度は誰の番だ。はい、自分でありますが、連隊長が聞いておられては決まりが悪いであります。構わんからやれ。男らしく活発にやれ。はい、ではやります。ここは三国の何百里離れてと。美太夫というものであります。美太夫？面白くもないな。次は誰の番だ。自分であります。何は節をやります。何は節か。四季島の大和の頃人とはば。いやいやいや、なんだその声は。ぬかみさんは腐るではないか。よせよせ。おやおや、誰かもっとうまいものをやれ。あ、そうだ、ムラクロ軍曹いるか。はい、ここにあります。あ、お前がやれ。はい、じゃあ講談をやります。講談、おいによろしい。敵はあの大勝手。やーやー遠からんものは音にも見よう。何、少し変だぞ。あ、間違えられた。やーやー遠からんものは音にも聞け、近くはよって目にも見よう。かけ声は、やっ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 、うまい、うまい、もっとやれ。近くはよって目にも見よう。いやいや、褒められたから、同じところを二度やらんでもいい。はい、悪いことは、やっ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 、そこは分かった、その先だ。その先は、知らないんであります。はぁ、それだけで敵側の大合戦か。わっはっはっは。それでは、連隊長、もうちょっとやります。何をやる。はい、自分は口ではハーモニカと歌と一緒にやり、片手でタンバリン、足で木を叩いて、一人四人音楽をやります。ほう、そんなことができるのか。やれ。